ピヨ吉の次のストーリー。ピヨ吉さんいらっしゃいませ。ピヨピヨ、また来てしまったピヨ。記憶戻った？思いっきり叩いてあげようか？斜め45度の角度から、鋭利に叩き込むのが、コツよ。それで治るのは大昔のテレビだけビヨ。あれも別に治ってるわけじゃないと思うな。むしろそのあたりの文化がなんか叩けば治るをさ、そういう俗説を作ってしまったのが良くないよね。グーちゃんが思いっきり叩いたら、地面に落としたスイカみたいになるわよ。ピヨ。そんなことより、はい、オーダー入ります。柔らかレンジシチュー。おう、じゃあ煮込みかな。まずは切ります。ぴょんぴょん。アクを取るよ。相変わらずアク取りは苦手だ。役は判定が厳しいけど、アク取りは単純に難しい。ポイントを見極めれば一気に救えるところが見えてくるんだろうけど。柔らかレンジシチュー。野生の電子レンジの足はなんとなく食べられそうだが、本体の部分はどうなのか。どう見ても金属製の電子レンジなのに食べられるのだろうか。答えはモロチン。イエスだ。イエスなのかーい。愛情と手間暇をかけてじっくりと煮込むことで、電子レンジ本体の部分まで柔らかい最高のシチューが仕上がった。スプーンを入れると抵抗なくくにゃりと刺さり、舌の上でとろりととろける。栄養的にはミネラルたっぷり。たっぷりというか、多分ミネラルそのものだ。鉄分っていうか、鉄。もぐもぐ。あったかいピヨ。そもそもなんだけどさ、ピヨ吉さんは何のロボットなの？ピヨ？ロボットなんだから、何かの目的で作られたんだよね。ご飯を食べるロボットってわけじゃないだろうし。ピヨピヨ、確かに。毛が生えてるから、細かい作業はできそうね。あ、毛じゃないや、手だ。あと、空中に浮いてるよ。ほんとだ。地面に触れちゃいけない場所で作業するのかな？産んだらいけないものがあったのかもしれないわ。地雷原？ピヨピヨ。地雷の処理とか？頑丈そうだし。怖いピヨ。でも、そういう見た目じゃないわよね。やっぱり、思いっきり叩いてあげようか。グーちゃんが思いっきり叩いたら、ピヨ吉さんが思い出に変わってしまうからダメよ。赤文字で言うな。グロいグロい。この人たち、和やかな雰囲気の中にやべえ空気を忍ばせてくるピヨ。キュイーンと一気に済んだね。お魚を仕入れないと、あのお二人さんの料理が作れない。ジェットスクリュー本マグロ。海は広く、未だに汚染されていないエリアも少なからず存在する。そんな大海原をジェット推進で自由に泳ぎ回ってるのが、このジェットスクリュー本マグロである。サイドのところと、ケツのところがすごい。太古の海に存在していたという、ジェットもスクリューもない不思議な本マグロと比べて、そっちの方が不思議なの。10倍近い速度で海中を航行している。やおな網では簡単に引きちぎって逃げてしまうので、捕獲には熟練の技が要求されるのだ。普通のマグロですらとんでもないのに。マグロか。シゲさん大丈夫？泳げる？どんなに泳ぎが上手くても、泳いでマグロは取れないと思うぞ。これはまあ、ハンギョの連中に頼むしかないな。そっか、ハンギョの人たちか。サンゴさんみたいな。ハンギョ人なら事故って溺れるとかもないだろうし、頼む方も気楽でいいな。ゲット。そして早速、提供。堀山、今日は海の食材にしようよ。いいぜ。そういえば海って見たことないんだよな。いらっしゃいませ。今日も一緒なんだね。ん？そういえばそうだな。最近たまたまサンゴに会うことが多くてな。そうだね。偶然ってあるんだね。サンゴさんが狙ってんのか、堀山を。おやおや？ごら、ぐーちゃん。はい、オーダー入りまーす。さあ、今までの中じゃ一番難易度が高いんじゃないか？銀星だもんな。まずはさばいていく。何枚におろす？よいしょ。切っちゃいけないポイントには気をつけつつ、それがないときは大胆にズバッといっちゃいましょう。ビッチビッチ。これでええか。味付け。
これもうシールドとっととやっちゃってチャージショット叩き込んだ方が良さそうか。大きいシールドも一応破壊はできるね。塩は割と楽なやつが多くて助かるな。振ってればいいだけだからね、ほぼ。いいね、ソルトランク取りました。さあ、そして焼く。スクリューも焼くんだ。んー、どうなる、この集まる地点。あ、これは割と簡単じゃないか。ちょっとこの端っこの方に持ってこないで、サイドが見えない。んー、どうだ、集まるのは一緒だった。お肉らしいことをしよって。惜しい、もうちょい、うん、ずらさないと。焼くのは判定が厳しいからね。スクリューマグロカツ。マグロカツあんまり好きじゃないんだよな。豪快に分厚く切ったマグロの肉を使ったカツ。高い温度で一気に加熱することで中がレアな状態に仕上がっている。サクサクとした衣と油の旨味の後、柔らかくも力強い味わいのマグロ肉があなたの心を大海原へと誘う。レストラン特製のソースをつければ、あなたの心はもう失われた青い海へとは泳ぎ出すことだろう。二人して泳ぎ出せ。これは海の食べ物か。どれどれ、見た目はなんていうかすごいな。おお。心地よい歯ごたえ、そして噛むほどに溢れ出す油の旨味。てかスクリューとかはもう付け合わせなんだね、あれ。荒波の中を泳ぎ回る魚の生命力そのものの味。なるほど、海の味ってのも悪くないな。マグロは普通にお刺身で食いてえな俺は。そうでしょ、あたいも久々に食べたけど美味しいね。そういえばこんなにうまい食材があるのに、どうしてサンゴは地上に来たんだ。ああ、ちょっといろいろあってね。探し物をしてるっていうかね。探し物、それはなんだ。俺も一緒に探してやろうか。お、え、ああ、うん、いいよいいよ、うん、あ、なんかもう見つかったかもしれないし。なるほど。旦那さん候補を見つけに来たのか。なんだそりゃ。そんなことよりさ、また明日も一緒に食事しないかい。おお、いいね。ああ、もろちんいいぜ。サンゴと一緒だと俺も楽しいからな。いいな、楽しいしからな。ちょいちょい誤字がありますね、このゲーム。そう。でもこういうね、文章チェックとかね、やってもね、なぜか後から見つかるんだよね。おやおや、グーちゃん声が大きすぎるわ。ちゃんと身を隠して。マダムも大概だよ。でもこれ三角関係ってあるから、ライバルかなんかが出てくるのかな。トーピード本マグロ、新しい食材。ストーリーをいくつか進めたんですけども、その部分を収録ミスしてしまいまして。ただこのゲーム別データファイルを作れるので、最新のやつはコピーしておいて、最初からのデータでとりあえず収録をミスった分を再度取り直します。まず一つ目、ジェーンがなんとこっち側にいると。ピオ吉と、うむ、記憶がないと。そうなんだピオ、らっしゃいませ。ジェーンさん、ピオ吉さん。ジェーンさんが相席してるの珍しいね、初だもんな。ああ、面白、ゲフンゲフン、興味深いロボットがいたからな。じゃあ早速修理してみるか。これ修理と書いておきながら分解というルビが振られてそうだな。修理できるの？逆に私が修理できない機械なんかあるのか。かっけー、ジェーン三角形。その前に腹ごしらえはいかがかしら。オーダー入ります。席料ってものがあるからな、居座るだけはダメだぜ。ちゃんと注文しろよ。電子レンジは跳ねるからね、結構厄介よ。電子レンジブツ。新鮮な電子レンジの足をぶつ切りにしたものを特製のレンジ醤油につけていただくシンプルな料理。レンジ醤油ってなんだろうな。やはりシェフのテクニックで毒素を除去する必要があるのは当然だが、美味しさのためには可能な限り新鮮なものを用意しなければならない。プリプリした食感とほのかな甘みを醤油が引き立て、お好みで電子レンジから採取された謎の汁を加えると、その謎の汁が一番ね、興味あるよ。ピリリとした辛さが加わり変化が楽しめる。
もぐもぐ。うまい。確実にピザよりうまい。ピザ？ジェーンさんがトリップしない。さて、ちょっと勝利してみるか。怖いピヨ。なーに、すぐすぐ。優しくしてやるから。なぜか、紫文字。なんか、嫌だピヨー。そんなこんなで。100年もメンテしてない割には綺麗だった。お前を作ったエンジニアは相当な腕前だな。記憶、戻ってないピヨ？ハードウェア的な修理は終わった。あとはお前の AI そのものをいじる必要があるが、100年間もデータが蓄積した AI を変にいじると、人格そのものを破壊する危険性がある。ね、一回バックアップをしておきたいよね。しばらく様子を見よう。なんかの拍子に治るかもしれん。そういうもんピヨ？ああ、そうだ。そうだ、マダムもちょっと中身を見てやろうか。いや、見てやる。見せてくれ。お願いしまーす。なぜか乗り気なクーちゃん。私は絶好調だから大丈夫よ。いいから。優しくしてやるからさ。クーちゃん、助けて。見られちゃいけない。ブラックボックスでもあんのかね、マダム。ジェンさん、包丁いる？ガリツ。この店、お金ピヨ。そうだな。織山さんが別の女を連れている。浮気か、浮気か。いらっしゃいませ、織山さん。それに新しいお客さん。よう、久野さん、なんか人を探してるって言うから連れてきたんだ。こんにちは、僕はブルーです。男だったーっていう流れをね。もうすでに一回やりました。ぐー、あ、海を出てから何も食べていないもので、恥ずかしい。空腹は敵。オーダー入ります。スクリューカブトに。切るのは楽ちんちん。塩を振るぞ。味付け完了。しょっぱいランク。さあ、また悪の親玉を。おっと、やってしまった。これはもう旨味をなんとか避けつつ、よし、悪取り放題。あるべきところに帰れ。なんてかっこいいセリフを。この絵面がさ、堀山さんの腕にブルーが手を回してるように見えるんだよな。ジェットスクリュー本マグロの一番うまい部位は実は頭である。頭部には酷使されることで引き締まった頬肉、ゼラチン質の目玉など希少な部位が集中しているのだ。そんな本マグロの頭部を豪快に煮上げたこの料理は、魚のうまさや美味しい部分を探す楽しさが詰まった一つのレジャーランドである。カイジのスピンオフの班長でさ、宮本さんと木村さんと一緒にマグロの頭を外で焼く回あったじゃん。あれは美味しそうに見えたね。すごい、こんな料理初めて見ました。さあ、試してみてくれ。コッコの料理は何でもうまいぜ。モグリ。海は広いな、クソでかいな。こんなに美味しいものが存在するなんて、海の中では想像もできませんでした。彼女が海を飛び出したのもわかる気がします。この彼女というのが。彼女、ひょっとしてサンゴかい？サンゴを知っているんですか？よくお店に来てくれるよ。あ、これ個人情報のやつ？やっべ。サンゴ、サンゴは僕の婚約者なんです。ででーん、堀山さんピンチ。婚約者と言っても親同士が勝手に決めたものですけど。でも僕はサンゴのことを。そうなのか。おやおや、くーちゃん、楽しそうにしちゃダメよ。だってこれ、堀山さんにライバル登場だよ。乗るしかねえ、このビッグなウェーブに。懐かしいフレーズ。それはわかるけど、お客さんの前ではポーカーフェイスよ。オッケー、任せて。すん。おやおや、思念が漏れまくってるわ。この次が楽しみだ。